はい、どうも、リアルバキョウです。さて、今回ですね、自宅で10分、5キロのダンベルで、バキの腕を作る筋トレを紹介していきます。そして、一緒にやっていきましょう。この動画の流れとしては、まずは、筋トレのフォームと種目の説明をして、そこから最後に僕と一緒に腕のトレーニングをやっていくというルーティンになっています。それでは、始めていきましょう。はい、それでは、種目の説明の方に入っていきます。まずは5キロのダンベルを2つ準備します。下手すれば2リットルのペットボトルでも結構効くかもしれません。まずはですね、第1種目目上腕二頭筋を狙ったダンベルカールです、手のひらが正面になるようにダンベルを持ち、そして力こぶを作るように肘を曲げていきます。肘は完全には固定しなくて大丈夫です。力強く上げて3秒かけて下ろす。1、2、3、2、息を吐きながら上げて吸いながら下ろしていきます。これを10回。終わったらすぐに今度はクイックダンベルカール、力強くテンポよく1、2、3と息を吐きながら上げていきます。そしてそれが終わったらダンベルを縦に握って、今度は腕頭骨筋前腕を鍛えるハンマーカール、これは完全に肘を固定して行っていきます。強く上げて3秒かけて下ろす。1、2、3、2、息を吐いて吸いながらゆっくりと下ろしていくという感じです。そして今度は上腕三頭筋裏側を狙った筋トレですね。まずはこれはフレンチプレスです。ダンベル同士をしっかりと合わせて頭上にこうやって持ち、そして3秒かけてゆっくりと下ろしていき、力強く肘を伸ばしていく。吸いながら下ろして肘を伸ばしていく。ゆっくりと下ろして力強く伸ばしていくという感じですね。でそして最後は上腕三頭筋のラスト、上体をかぶせてキックバック。肘は90度、そこから力強く伸ばしてゆっくり下ろす。2、3、テンポよく上げていきます。4、5、これを10回ですね。このルーティンを2セットほど行っていきます。それは実際に一緒にやっていきましょう。ではやっていきたいと思います。ちょっと気合い入れてね、上半身抜きましたよ。今減量中なんでですね、ちょっとコンディションは徐々に良くなってきてます。それではまずはダンベルカールからいきましょう。手のひら正面、小指薬指でダンベルを持ちます。そして力強く息を吐きながら上げます。1で3秒かける。1、2、3、2、10回です。1、2、3、3、1、2、3、4、1、2、3、5、ゆっくりして1、2、3、6、力ここを作る。1、2、3、7、1、2、3、8、1、2、3、9、負荷を持たない。1、2、3、10、そしてクイック、はい、1、強く上げる。2、強く、3、強く、4、強く、5、息を吐いて、6、引いて、8、ぎゅっと絞り込む、はい、9、力をここを作る、10、はい、そして今度はダンベルを縦に握って、前腕を鍛える、ハマカール、1、2、3、2で上げて、1、2、3、3、1、2、3、4、1、2、3、5、結構来てる、1、2、3、6、1、2、3、7、前腕に引きます。1、2、3、8、1、2、3、9、1、2、3、10、そして今度はね、フレンチプレス、ダンベル同士を合わせて頭上に持ってきて、そして3秒かけて下ろす。1、2、3、はい、2、2、3、はい、3、2、3、はい、4、2、3、吐きながら、5、2、3、耐えながら動くのが大事です。6、2、3で肘伸ばす。1、2、3で肘伸ばす。8、2、3、力強く。9、2、3、はい、10、2、3、結構三頭筋効いてます。ラストはキックバック、上体をかぶせて肘は90度、肘を伸ばしていきます。1、9、2、強く、3、強く、4、強く、5、強く伸ばす。6、強く、7、強く、8、強く、9、伸ばす。10、息を吐いて、あと3回行こう。1、伸ばして、2、伸ばして、3、最後、吐いてゆっくり押す。1、2、3、はい、OK。かなりね、1セットで腕に効いてきましたよ。いや、やばいな。いや、思ったより効いてるというね。結構ね、やっぱりコントロールが大事なので、結構楽にやろうと思えば楽にできるし、コントロールをしっかりしたらよりきつくなると思います。そしてね、インターバルは大体30秒から1分ぐらい。まあこうやって喋ってる間にもう次のセット行こうかなと思いますんで、はい。まあもう1セットね、ラストしっかりと力を2頭筋と3頭筋から出し切っていきましょう。それでは2セット入っていきます。まずはね、ダンベルから。
いきます。これはね、胸を張るんじゃなくてちょっと丸めてやると肩に負荷が逃げにくいですね。ではいきます。線を張る、1、3秒かけて、1、2、3、2、1、2、3、3、1、2、3、4、1、2、3、力を押す、1、2、3、5、1、2、3、6、1、2、3、息を吐いて、1、2、3、7、1、2、3、8でゆっくり押して、1、2、3、9、1、2、3、10でテンポ上げていきます。1、9、2、絞り込む、3、絞り込む、よし、力強く、5、6からテンポを緩め、7、ギュッと絞る、8、息を吐いて、9、力強く上げていく、ラスト、体重を思いっきり上げて、動き出、そして縦にしてハンマーから、1、1、2、3、2、1、2、3、3、1、2、3、4、1、2、3、前腕に耐える、1、2、3、5で息を吐いて、1、2、3、6、引いてる、1、2、3、1、きついぞこれ、1、2、3、8、1、2、3、9、1、2、3、10、ここからね、ボーナスタイム。テンポよく動かして、1、強く上げる、2、強く、3、強く、4、強く、ラストいきますよ。はい、5、最後。で、耐えて、クロス。やーべえ。そしてフレンチプレス。上腕三頭筋をね、追い込んでいきます。ダンベル同士を合わせて、肘を伸ばして、ゆっくり押して、せーの、はい。1、2、3、はい、伸ばして。2、2、3、はい。3、2、3、はい。上腕三頭筋、全部裏返せない。4、2、3、はい。ゆっくり押す。5、2、3、息を吐く。4、2、6、2、3、はい。7、2、3、はい。8、2、3、はい、上げて。結構効いてきた。9、2、3、はい。10、2、3、はい。ボーナスタイム3回いきましょう。1、2、3、はい。2、2、3、伸ばして。最後。3、2、3、伸ばしてて。おー、やばいね。そしてキックバック。これはね、特別に15回やっていいです。じゃあ上体かぶせて、肘は90度で強く伸ばします。1、息を吐いて。2、はい。3、もっと力を出し切る。4、強く伸ばす。5、はい。6、はい。7、強く伸ばす。8、はい。9、絞り込む。10、あと5回。1、はい。2、強く。3、強く。4、強く。ラスト。5、強く伸ばして。やべえ。これはやばいぞ。いや、パンパンですね。皆さん、これをですね、だいたい週に、まあ、2から3回、まあ、日にちが連続しないようにですね、行ってみてください。かなりね、腕の形が変わってくると思います。バキの腕がまさにね、作れます。まあ、バキに近づけると言った方がいいかな。ということで、皆さん、頑張ってみてください。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。じゃあね、いや、チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。Yeah.